じゃあ、まあ、皆さんがテレビの前で応援してくれると信じているので、共に勝ちを、喜びを、勝って喜び合いましょう。東京オリンピック、サッカー男子日本代表の戦いが今日この東京スタジアムから始まります。3番の左サイドバック中山、前に預けて久保のクロスボール、決まった。顔浮かせるワンタッチ、シュート来た。ゴールキーパー好セーブでした。林大地のチャンス、堂安まだある日本。大地、久保、勝負、シュート来た。こじ開けた日本。今日の出来ではまだまだメキシコ相手には通用しないと思うんで、自分たちはもっと強い相手にもしっかり勝ち点を拾ってきているので、正面から挑んで勝ってグループリーグ突破を決めたいと思います。日本はここまで勝ち点3、同じく勝ち点3、予選リーグ現在1位のメキシコを迎えます。堂安、久保との絡みもいいですよね。ここは堂安が振り切ってくる、右足中走り込んで、どうか、決まった。先制ゴール、日本、またしても久保、久保かけるか。ラバー、日本先制ゴール、落ちた。ここも奪っていく林、そして相馬、右利きの相馬です。ここは勝負に行く、えぐって右ですね、決めた。日本2点目、今度は堂安律、ね、そしてマルティン、後ろに戻す、ここからシュート、裏を取ってくるコルドバ、日本ピンチ、中に来て、あっと入ってしまった。日本失点を許しました。しのげるか日本、あーっと、ここ当たり、よく防いだ、気迫のプレー。ここで試合終了のホイッスル、日本勝ちました。しっかり勝って3戦全勝でグループリーグを勝ちたいと思います。上田、どうすれば、上田前を向いている、上田シュート、キーパー弾いて、こぼれている久保、スーパースを打った上田綺世、上田のシュート、こぼれている、どうだ、決まった、日本2点目、坂井宏樹、さあここでボールが通りました、上田、落として、旗手、ワンタッチでつないで、三好のシュート、勝負でもいい、相馬から前田へのボール、前田のシュートが決まった、日本、決定的な4点。これからこうチームの総力が問われる戦いが始まると思うので、あっと面白いところに出してきた、クロスボール、速いボールだ、浮いてしまいました、ゴールキックです。ミドルコースがあって、右から揺さぶって、クロスボール、チャンス、おっと危ない、中に入って右足シュート、決定機でした。吉岡粘り強く対応、縦を切りながらゴールが入ってくる、あっとこぼれてしまった、あっとこぼれて、あっとよく、15分を迎えたところで120分が終了しました。あまり長くない、止めた、決めれば日本勝利、決めた、どうせ2試合やるなら最後、最終日にしっかり決勝の舞台で戦いたいですし、初のファイナルへ、日本男子サッカーの挑戦が始まろうとしています。さあいよいよ準決勝、決勝に進むのはどちらになるでしょう。ここでボールをクロスを上げてきた、ゴール前、ラファミルの前に来たが、こここれはパスが通って、ラファミル、パスのコンビネーション使えるか、久保が行く、久保の得意なエリアだ、久保のクロス、チャンスになった、シュート打つ、ゴール前には長身のラファミルがいるが、飛び込んできたのはメリドの前だ、高橋のボールが、プレッシャーを見ていたが、ゴール前にボールが通ってしまった、
前田大然がいる、前田大然この時間帯危険、日本集中しなければいけません。オヤルサバル、間を通してきた、アセンシオやられた、日本決められた、スペイン先制。ここで試合終了の笛が吹かれました。日本敗れました。なんもないですね、出すこと全部やって負けたんで、もう涙も出てこないですし、うん、何でしょう、まあ次ですね。メダル取りたいっていう気持ちが強い方が勝つと思うんで、もうやっぱ最後メダリストになりたいです。ロンドンオリンピックベスト4、銅メダル獲得まであと一歩と迫りながらメダルを逃したキャプテン吉田麻也を先頭に、白いユニフォームに身を包んだ日本が入ってきました。3位決定戦、始まりの笛が今吹かれました。ドリブルでいく、剥がされる、とエリアの中、あっと笛が鳴りました。メキシコがペナルティーキックを決めて前半の13分に先制です。中央に来て、と危ないボールだ、日本失点。前半の22分、あ、相馬チャンス、切り返してシュート、切り返してクロスボール、逆サイドフリーだ、あっと中央に来て、としまいました、日本3失点目。後半の13、中に入って人を使う三笘がいる、三笘切り返してシュートまで行って決めました。1点返しました、日本、三笘薫。さあ前、三笘、いい形になる、三笘シュート、オリンピック最後の戦い、3位決定戦、試合終了。メキシコが銅メダル獲得、日本敗れました。53年ぶりメダル獲得へ向けた日本の挑戦はここで終わりました。乾杯です。もう乾杯でした。胸張って帰りたいと思います。もう負けたんで、次のチャンスが自分になれば、自分はしっかり今度こそチームの勝利に貢献できるようにしたいですけど、本当に今日の負けは重いなと思います。めちゃくちゃ楽しかったですけど、の結果手ぶらで自分の家に帰ることになりますし、今までサッカーだけやってきて、こんな悔しいことやってないし、この気持ちを忘れないようにできればなと思います。ありがとうございました。